ガイウス・ユリウス・カエサル・カエサルは、ローマ帝国及びその継承国家で用いられた、君主号である。共和制ローマ末期の終身独裁官、ガイウス・ユリウス・カエサルは、内戦での勝利を経て事実上の単独支配を、確立し、帝政ローマの礎を築いた。これを継承し、実際に帝政を開始した、オクタヴィアヌスもまた、カエサル家の養子となっており、 ガイウス・ユリウス・カイサルに後継者として選ばれた後は、カエサルの名はオクタヴィアヌスの名でもあった。帝政を確立したアウグストスは、自分の後継者も、養子としてカエサルの名を継がせており、ユリウス・クラウディウス朝の皇帝たちは皆、カエサルの家族名を持っていた。このため、カエサルは皇帝の家族名であると同時に徐々に皇帝そのものを指す。 一般名詞としても機能するようになっていった。イエス・キリストが語ったとされる言葉、カエサルのものはカエサルに、は、こうした用法の例と言え、ここでのカエサルは、具体的には、当時のティベリウス帝を指しているものの、もっと広い意味で、ローマ皇帝イコール、ローマ帝国一般を指しているとも取ることができる。こうした皇帝を指す、一般名詞としてのカエサルの用法は、 ユリウス・クラウディウス朝が断絶した後の皇帝たちもカエサルを名乗ったことから確立されていった。また皇帝たちは自らの後継者にカエサルの名を与えたため、カエサルは直気原を意味するようにもなっていった。直気原としてのカエサルの用法は、ローマ帝国後期に入ると副帝を表す称号として使われるようになり、聖帝を補佐するものとして使われるようになった。 ビザンツ帝国でも当初は副帝を指す言葉だったが、11世紀後半のコムネノス王朝時代には、セバストクラトールデスポテスなどの皇帝の会、カイサルより上位に位置づけられた爵位が多数新設されて、その中に埋没してしまった。このように、カイサルの名はローマ皇帝を指すことして使われてきたため、ヨーロッパ各国では皇帝を意味することして、 カエサルに由来する単語が使用されることも多い。代表的なものとして、ドイツ語のカイザーやロシア語のツァーリがある。イスラームの伝統的な歴史学においては、タバリー以前から初代ローマ皇帝、アウグストス以来の歴代ローマ帝国皇帝や、その後の西ローマ皇帝、東ローマ皇帝などをアラビア語でカエサルと呼んでいた。東ローマ帝国を滅ぼしたオスマン帝国では、 オスマン語で、カイセルといい、主にローマ皇帝を表すものとして、ルームカイセリという称号が用いられ、スレーマン一世などの一部のスルタンは、東ローマの継承者であり、ありがとうございます。